全部聞けてないですけど、みんな見たいものが多いですけど、この後ここまでは行こうと思います。町大滝、はい、そのわけで、はい、那智大社から那智の大滝に来ましたね。駐車場はね、だったら500円とか、バイクはね、200円でしたね。はい、駐車場は500円。那智の、那智大滝、これ世界遺産ですね。結構この石畳が広尾神社っていうのね、それが右側に進んでくださいと、ここ歩いてきます。結構下るっていうことは、帰りは結構登るってことだからね、覚悟して降りていってください。おお、見えてきた、見えてきた。那智の滝に来たことなかったですね、世界遺産。いやー、見事だね。すごいね。これこうして。ここから先は300円払うと、より近いところで、あそこへ上がれるんだ。なるほど。行ってみましょう。お守りをいただきました。これは良かった。お、ここは300円払うと、よりいいところから映せるぞ。これはね、ここまで来た方がいい。龍神社の龍。さらにちょっと登るんだけど、うわ、うわ、はい、那智の滝を見てきましたけど、追加で300円払うとすぐそばまで行きますね。あれはね、300円絶対払っていくべき。全然見た目が違いますよ、迫力が。もうすぐそばで滝が拝めますからね、あそこの300円は惜しまない方がいい。ソフトクリーム食べるならあそこで300円払った方がいいと思いますね。これ祈願ができるようになっています。ごまを書いて、こんな風にね、動画を起動してもらえるんだね。
さあ帰りはこの坂を登って帰らなきゃいけないんだから、結構きついよこれ。今日頑張れ。きつい、この登りはきついね。最後のはい、那智の那智の大滝をですね見学しました。これで一応ね今回見るものはね一応見たという感じ。ちょうどというかマイクのコネクターが壊れちゃいましたね。マイクがなくなるのでここで録音して最後に終わりたいと思います。はい、ということで今回奈良と和歌山5日を予定してたんですけど、結局3日で終了ですね。明日明後日雨が降るという予報なので、まあ、今日はおとなしく帰ろうと思います。まだここから4時間ぐらいかかると思いますけどね。はい、最後までご視聴いただきたいと思います。はい、ということでまた次の旅でお会いしましょう。